てです。今回ですけども、ボートレース場に来てます。そして、こちら。軍資金とりあえず200万円用意してるんですけど、今回の企画はプロのボートレーサーの言う通りにボートレースかけ続けたら絶対に勝てるんじゃないかっていう説を検証していこうと思います。僕ね、みくるくんとノンタイトルっていう若者のリアリティショーやってるんですよ。でそこに出てる子でボートレースをやめてきたっていう子がいるんですよね、鈴木ってやつがいるんですよ、うん、そうすると2ヶ月前までガチの現役のボートレーサーだったんですよ。その子の言う通りにかけ続けたら勝てるんじゃないかと。選手ほど知ってる人いないじゃないですか、うん、ボートレースのこと誰よりも詳しいと思うんですよね。選手のことにも詳しいでしょうし、もうこの状況を見て今こういう状況やからここにかけた方がいいみたいな、その選球眼もすごいと思うんで、プロのボートレーサーの言う通りにかけたらもう勝っちゃうんじゃないかなっていう、もうある種これご法度だと思うんですよね。それとも多分ダメだと思うんです。本当の現役の人に聞くのって多分違法だと思うんですけど、もう2ヶ月前に辞めてるんで OK なんですよね。で僕過去ねボートレースやってるんですけど、やっぱ根本的にまぐれで勝ってるだけなんで、硬く勝ってるみたいなことなかったんですよ過去に。だから今回本当に詳しい人の言う通りにやればなんとかなっちゃうんじゃないかな。で1レースごとに10万ずつ軍資金を渡してその鈴木くんの言う通りにかけていきます。自分の意見とかも一切なし、全てを鈴木に託しますで、もう今朝一から来てるんで合計で12レースやろうと思ってやれるんですけど、大勝利するまでやり続けたいなと思ってます。なんか展開ができるまで。その一方で、でも俺もやっぱ何もかけなかったら面白くないんで、おまけで俺も自分の予想で1レース10万かけていきます。だから毎レース20万ずつかけていくと、12レースいたら240万使っちゃうっていう感じなんですけど、まあ、そこはまあ空気見ながら掛け金増やしたりここでやめとこうかみたいな感じでやっていけたらなっていうふうに思ってます。じゃあゲストのボートレーサー鈴木くん呼びたいと思います。お願いします皆さんはじめまして。地に足がつくことは一生ありません、丸米です。よろしくお願いしますということで、ノンタイトル参加者の鈴木くん、通称丸米です。よろしくお願いします。23歳、24の年です。24の年で、はい、2ヶ月前まで本当にボートレーサーしてたと。だから年収2000万を捨ててこうノンタイトルっていう企画に応募して受かったというね、うん、まあ、すごい風変わりな男です。彼の言う通りにボートレースをかけ続けると。ちなみにボートレース自体はかけたことはあるのか。一回だけ、先週。先週先週です。それどうなった結果は。結果はトータル8万勝ちです。すごいすごい、はい、期待できるな。これはビギナーズラックなのかもしれないですけどぶっちゃけどね、その理論みたいなのあるわけ。こうボートレースかける上で、はい、こことここを見てかけますみたいな。あ、ありますね。選手の調子もそうだし、今回4日目なんで今までの3日の調子を見てとか。なるほどね。そうそう、これちょっとなんか頼もしいな。でマジでお金かけますガチっすか。1レース10万ずつ削除していくから、はい、もうとりあえずこれぐらい持っといて。持てないっす、持ったことないっす、こんなに。ガチっすか。まあもうこれほんま託すから、はい、言う通りにかけていきたいから任せるわ、ほんまに。託すわ、100万。いや、ガチっすかこれやばいっすよ、プレッシャーがだって、おい、ヒカルさんのボートかけてるの見てますけど、多分ヒカルさんのかけ方上手いんじゃないかっていうか。いやでもまあ俺ほんまに運で勝っとるだけやから。でもやっぱこう理論で勝つとこみたいな、手堅く。はいはい、あと10分ちょっとしたら多分ね、これレース始まるんで予想していきますか。はい、新聞みたいなの見るわけ。僕はレースに置いてある出走表だけです。あ、これで見てやるんや。はい、新聞だとなんか予想屋に流される感があるんで。なるほどね。はい、で僕は基本ボックス買いはしなくて、3連単でこの人が中心にレース作りそうだなっていう人を、あ、やっぱ一番にして、そっから流していくってことか。そうですね。俺も今回もうボックス買いっていうのを卒業しようかなと思ってて、もうああいうちょっと大雑把な方もう博打すぎると思う。もっとちょっとボートレースを確実に買っていきたい。もう自分の中で肩掛けていいですか。もちろん、もちろん買ってほしい。家事に買ってほしい。はい、3号艇が一番人気。はい、これ新人なんですけど、僕より1個下の台なんですけど、新人の中でのめっちゃ強いです。へぇ、ルーキーね。ゴールデンルーキー。ゴールデンルーキーです。僕はこの人を軸に1レースは買おうと思ってます。4の人はベテランですごい強い選手なんですけど、多分今回めちゃ苦戦してるっす。オッケー、なんか決まってきた。俺とかはさ、やっぱさ、どうしてもこのオッズ見てかけてないけどさ、もう鈴木くんぐらいだとオッズとかもう関係ない。オッズ見ないですね。でも結構そうやって見て硬いとこかけてんなってなってきます。なるほどね。オッケー、俺も決まった。おっ、じゃあ一旦買ってきます。失礼します。買いました、はい、10万僕はこれです。僕はこれです。342が先頭なんや、うん、はい、まあ、123に注目ってことですね。あ、そうですね。頼む、スララがお前これ後輩なんでこれだったらボロクソ言うっすあ、始まった。お願いします。スタート、いけいけ。1遅れろ。やべ、1いってるっすわ。やばい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 。これインスタートの1。あ、でも3よくない。3いけ、3いけ、3いけ、3いけ。まくれまくれ。ここ最初大事だもんな。喧嘩しろ。うわ、3でもいいんじゃん。うわー、1いいよ。やばい、1いいよ。1いいんじゃない。1いいんじゃない。やばい、いいよ。1いいよ。え、6?
6おるやん。マジっすか、やばい。162や。6、1番に行きたかったとか。そう、フライング根節してるんで。うわマジで162で確定ですね。やばい、20番が飛んだ。うわ勝っときて。いやマジ勝とうぜ、ほんまに。いやマジ勝ちにいきます。とにかくもう飲んだったらクリアよ。ガチっすかお願いします。お願いします。めっちゃ勝てる気がする今回。もうちょっと自信ある。普通に5が絶対絡んでくる今回。おお、よぞ。そんな気がする。だ結構5ばっかかけてます。どんどんに俺5入ってるんで。はい、5勝ってないっす。2、3、6、6入ってくると。はい。俺は一口1万が7個と一口3万買ってるんですよ。235だけ。もう235が本命。いやでも15倍ですね。そう、意外に少ない。おーす。そうだからちょっともう多めにかけたいな。まじ頼むぞ、ほんまに頼むぞ。123だけはやめて、ほんまにこう。そうっすね、無難に終わるの、これが一番怖い。頼む、いけ5、いけ。サイコロスタート。お、5いってるぞ。お、1人5いってる。そして5めっちゃいいな。スタート、いいよ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 。いいよ、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 スタート、いいよ。お、2もいいっす、2いいっす。2もいい、2もいい、2もいい。2ある、2ある。稲妻スタート。いった、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 いった。お、5いいんじゃない。ええ、え、5来た。え、5にあるっす、5にあるっす、5にある、5にある。やばい、これやばい。ワンチャンある、ワンチャンある。5一着頼むって。うわ、2、5、 2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 、  2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 
いやめっちゃ欲しいって俺マジで。2号あるから。え？いやないって。2号じゃないですか。2号ある。おお。2号ある。よっしゃ。勝った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 。危ない。ガチ。俺やるやん。え？どれぐらいやん2号って。大2だったらやばかったっすね。うわ。こう来たかやっぱ俺なんか分かっとったやでこう来ること。あらかじめ2号かも。うん。俺が。これ3連単もめっちゃ欲しいやって俺。え235夜3枠よってガチじゃないですか。ガチじゃないですか。これ2号車やったら買っとって。え2号車何個でしたっけ。36言ってんのか。でも結構じゃない。3万やったら出て100万やったらな。うーわか、かも悔しいな。え12万12万じゃない。一応買ってます。一応買ってます。買ったよ12万ほんま。一応2万勝ち。うわほんま。一応買った。2連単すげえよ。ショック決まった。モックスガナヒカル復活しました。モックスがそう出ない高いからこう硬いとこ行くよりももういろいろ買っといた方が拾えるかなっていうことでモックスが行きました。しかも俺が大勝ちしてる時毎回モックスがいなんで。今回も5通り。今回も5通りなんすけど、でもこだわりすごいな。はい、いいな。一口2万やからだってロマンがあるで。ただ今のところ全くかすりもしてないからな。かすりもしないですよ。でも話しよう。結局そこで一応うちのアドバイザーの意見聞いとく。名人きっとまあ僕は24個です。高いな。15で7倍。ここに何本？10っすね。ここに10っすね。24個に2本買っとんやん。2本、はい、2本が一番最初に僕もそう思ったんですけど。当たり当たりますよね。じゃあもう2本が1点掛け。1点掛け。1点掛けして150万勝てるからな。連戦連敗のアドバイザーやから。連敗なんすか。連敗なんすか。これです。結構硬いとこではあるんですけど。オッケーっす。買ってほしいよな、ほんま正直。きます。買いました。もう僕はもうシンプルに1246のボックス買いです。あーボックスでちょっと124が硬いんですよ。そこに6を足してるだけです。3入れてないんですよね。ただ5と。そこがちょっと怖いなって思うんですけど、まあ、もう6がどっかで絡んでくれたらもうこれオッズ化けちゃうんで、はい、それにかけるっていうそこだけです。勝ちたい。マジで勝ちたいっす。勝つ。勝つっす。勝って回収。勝つ回収。行こう。行けー。6行けよ。いいよいいよいいよ。6スタート悪いな。で5の方買っとるもんな。スタート行け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 。2行け。2行った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 。いいよいいよいいよ。2行ってるっす。ここ大事ここ大事ここ大事。2行ってる。2すごい。3来るな。え3が来てしまってる。え3が来とるんやな。待って、これ234来たら僕最後ひっくり返したやつなんですけど。243に来ちゃったんですよ。え全然あるやん。だって234。おい4抜け4抜け4抜け。あるよ。こっから抜くこと。いやこれきつない。この距離234っぽい。234はやばい。最後の最後変えちゃったよ。確かに。うわマジで。うわやべー。分かり道両方買っとけよ。うわ迷うぐらいやったら。そう3レースが終わったと。お昼です、はあ、全然美味しくなっすお昼飯。切り替えます。じゃあマジそろそろほんまに勝たなやばいと。第4レースの重量これでいこう。
過去の負け分を取り戻そうとするっていう書き方があかんないと思った。リセットするしね。そう、この1列まず勝とうっていう、10万より増えたら OK っていう考え方を持たへんかったらやっぱあかんな。お、6通りに増えた。2択はどっちも買いました。それでいいよな。はい、俺は一旦9万かけてます。まあ、あと1万ちょっと別で今から考えようと思ってるんですけど、僕はもう3ですね。1着3固定です。 3からの流して今買いました。もう3が来ると。もう今ね、はい、50万負けてます。もうまだ結構まだレース、まだ全然返せるんやな。そうやって言っとったらな、いつの間にか終わるからさ。そろそろほんまにちょっとでも買っていかんかったら、はい、多分もう無理やと思う今日。鈴木の一発に期待したいと思ってるんですけど、はい、僕は3からの流し、はい、3が1番で来ないとダメで、丸込めはもう丸込めは3ですね。 3と2です。3と2です。おー、だからもう共通で3が来たら多分勝ちます。この3の選手はやっぱめちゃくちゃ強い。強いっす。マジで強いっす。マジ頼むぞほんまに。カメラは見れないっす。勝たないと。もう悲しいよ。もうさせんとってほしい俺に。頼む、マジで頼む。最初のスタート本物です。頼む、マジで。3番さん頼みます。お願いします。全速お願い。全速全速全速。いいんじゃない。いけいいんじゃない。いいんじゃない。2でも3でもどっちでもいい。俺の場合はいけもう見れ。3度待って。いや、3いくっす。いいんじゃない。さあ、きたーし。よーし、いけよし3者うわ、3-4。え、3-4勝ったぐらい。え、この負けは3-4っす。3-4。お前3-4よ。勝っとる。勝っとで、2が来たな。おい、来てるっす。おい、3-4に。いや、俺も勝っとる。いや、マジっす。俺も勝っとる。だろ、マジやだろ。来た3-4来た。いけ俺も勝っとる。え、おい、ほんとだな。いいじゃん。おい、だってこれ硬いね。え、おい、硬いっす。3-2-4になるかもしれないっす。3-2-4。どっちも勝ってるっす。うわ、やばい。ナイス丸込め。どっちが。ナイス丸込め。倍率がちょっと分かんないです。計算で俺も勝っとる。いやー、きつい。よし待って、これやばい。やばいマジっす。やばい。やべえ、これきた。4本勝っとる。4来た方がでかい。4勝つ。やばい、来てる。4勝つ。4頼む。争うな。あばら、争って。やばい争って。変なこと起こすなよ。マジ頼むぞ。やばい。え、やばい、迎えたっす。うわ、何しとんねんよ。3-4。マジで。でも勝っとるけどさ。勝ってるんすけど、4の方がもうちょっと高いんすよ。4の方がいいんやっても。いや、でも勝ったっす。何枚かはちょっと分かんないっす。2、よ、2、2で5枚。うわ、でかい。やったー、ありがとうございます。やばい、いけた。これでも3-4やったら54枚。うわー、いや、今のね、あれっすよ、マジで。ガチかー、すごい。でもマジすごかったな。1枚1枚かけてるんで、2万かけたことになるんで、20万勝ちっすね。うわー、2人で20万勝ち。いやー、熱い。激熱。熱のほんまにでかい。でかいな。そう、これほんまにでかい。気持ちめっちゃ戻ったもん。いや、もうちょっと一旦過ぎしたっす。カメラ見れるようになったっす。いや、全然違うよ、気持ちが。大谷さん負けとるけど、はい、でもさっきは勝ったから、うん、ほんまに大丈夫。一個一個これ勝てるぞ今日。朝お父さんが学校に子供見送りながら新聞見るみたいな気持ちで見れるもん今。落ち着いて。でも楽しいわ。ちょっと絞って勝つの。大きくいくんじゃなくてな。ちょっと連勝したい。連勝。あ、1と4。はい、1と4を頭で。6通り。俺も1頭ですね。もうさっきみたいな感じで1頭で流してます。1が1着ずっといきます。連勝に向けて第5レースやっていきますか。まだ逆に第5レースなんやっていう安心感。いや、そうなんです、途中で勝ったら、はい、また第5レースかっていう、はい、これ勝ってなかったらもう第5レースかやってんや。いや、そうなんです。4レースまで僕そうだったもんね。そう、全然違う、マジで。もう目の輝きが違うやろ、やっぱり。いや、表情が違う、うん、はい、表情がもう分かるよな。うん、楽しくしかないもん今。1と4に注目ね。1と4に注目で、とにかく1よな。共通で1が来てくれたら、とにかく1が1が絶対ベスト。4めっちゃ後ろからいくやん。うわー、すごいな。めちゃくちゃ後ろから勢い。これ勢いすごいぞよ。1大丈夫か。1大丈夫か。いや、そのスタートびっくり。ちょっと遅い。じゃあスタート4いった。4いった。4スタートめっちゃいいな。4スタートいい。閉めろ。4めっちゃ閉めた。でも3が邪魔してる。あ、1逃げるっすね、これ多分。1と4来た。1-4。お、1-3。1-3-4っす。いいよ。1-3勝ってるよ。大丈夫。買ってますよ。買ってますよ。お、いいよ。え、一段買ってますよ。5やめて。5やめてくれ。5やめて。5やめろ。え、5来た。5めっちゃ来るやん。うわ、
いやでも、いやでも5。おい、いやー、よっしゃー、いけいけ、連勝記録に向けて走りましょう。やばいやばいやばい、来てる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 、143っす、143。俺も勝ってます、勝ってます、勝ってます、14勝ってます。おい、絶対抜かれるな、絶対抜かれるな。いやじゃあ、さっきのやつを2人合わせたら多分6万ぐらい勝つ。うわあ、2連勝。なんだかんだ2連勝。ナイス。あ、ナイス、すごいぞ。いやでも6万ガチャもでかい、言って。そうですね、でかいよ、お前すごいこと。普通でかい、徐々にプラスやな。だって勝ちがさ、ほら見て、これ負けない、こっちが負けるか、勝ちがちょっと増えてきた、増えてきた、もう半分ぐらいに、だんだんだん、そう、すごいってこれ、結構3連勝で抜けて。で、これで今ようやく半分が終わりました。残り6レース、どっかでちょっとそろそろ欲しいぞ。いや、そうっす。じゃあ予想しますか。はい、よし、これです。コーナー戦、はい、1軸で。俺もおっし、完全1です。え、ほんまや、5万。僕一口5万あるんで。145、これ1番人気。おー、はいはい、5万。僕そこ3万にしました、はい、うわ、これ当たったら。じゃあここです、ここ全部受けてるんで。はい、行こう、これ勝つぞ。とこ来れば一番熱いホームラン。7レース折り返し、ボーナス戦っすね。1着が1位、これは固いと信じてます。これがもうブレた瞬間もう終わります、完全に散ります。頼むぞマジで、頼むぞマジで。これ緊張するな。もう安心して2周目以降見させてほしいね俺に。そう、ほんまに頼むわ。そこはね、2と3はマジで来たぞ、やめてほしい。いけ、頼む、来い、頼む。よしよしよし、いいんじゃない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 、スタート信頼してます。いいんじゃない、いいんじゃない、全然いい、硬いっす、硬いっす、全然硬い、硬い、はい、硬い、もういい。よし、1いってる、1これは、いや、これは安心っす、安心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 じゃない、これいいんじゃない、いいんじゃない。1、2、1、2、1、2。え、刺さってる。ええ、いや、1来た、1は2と、いや、1が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 先頭、1が先頭。いいよ、いいよ、いいよ、1が先頭、いいよ、いいよ、いける、いける、いける。4が来た、後半の流れ作れた。124、124と。うわー、すごい。145やばかった。俺迷っとったんで、ほんまは124に4万かけようかなと思ったけど、おー、でも14にも怖いなってことでやめた。ごめんね。そこな、流れは作れましたね。もう一回勝ちは勝ちです、勝ちは勝ちです。2個1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 個買ってきたもん。確かに、はい、もうじゃあ勝ったことの予想でいいやんって言ってたあれやけど。でもやっぱこの2倍感動が割りだよ。2倍だよな、めっちゃ硬いとこ来たな。確かに、ほんまに硬いとこ来たな。でもこういう硬いとこにかけて勝つっていう喜びを今覚えたわ俺。楽しいな、楽しい。そのバック地ばっかで大穴ばっか狙うっていう、まあ楽しいんやけど、連勝というか連勝していくっていう気持ちいいな。ふぅ、まだ多分トータルじゃ負けてるんですけど、でもまあ悪くない。決まった、決まった、ちょっともギリギリなんですけど、残り5分でいきます。考えに考え抜いたっすね。考えたな今回。圧倒的に成績残してる人が調子悪くて、それがどう出るのかっていうのが怖いんですよね。流れはいいからさ、流れがいいですね。なんかさ、今までで一番ボートレースしとるって感じするよ、ね、一番。確かに、勝たなきゃ意味ないんで、もう手広くいきました。5000円のとこもあるんですけど、確かに結構増えた。8度レース、俺は2連単で3、1と1単にかけてます。おー、賢いっすね、はい、いや3頭か1頭でもこう順番変わって、他最後3着は何でも OK。 これで僕は4万ずつ買ってます。うわ、2連単これっすわ、このかけ方。いや、柔軟すぎる頭が僕もう3連単の欲しいよ。確かに走ってきたことも光る。なんか今日本当に
にね、マルコメのおかげでボートレースの本当の楽しさを知ってきたような気がします。今まではなんか本当にね、12レースだったら1回か2回買って OK みたいな。まあ私そんなんやった。でも今日は違うよ。だってこんだけ見てほら、まともにかけてた4回当たったわけで、俺すごい7レースやってさ、4回当たったってことは半分以上的中させたわけやんか、うん、はい、気持ちいいよね。やっぱり考えられへん。そうそうそう、考えられへん。続け。なんか全レース楽しいもんだ今日。接戦でさ、そうですね、ギリギリのとこなんですよ、ね、いつも、うん、なんかバクチ狙えるこっちの方が視聴者の方も楽しんどんじゃないかなっていう。当たるのはやっぱ見たいな。いやそう、うん、結局そうやね、視聴者の人多分、うん、もう2連単まで飛び出しとこうかな俺今絶対やってこんかったから一打3単245あたりはもうほんまに引っ込んでほしいな。そうなんです。一回引っ込んでほしい。俺たちの世界に入ってこんでほしい、ほんまに。そうなんです、うん、これから語り合おうとしようから、ほんまに。あ、キリュウさん頼むよ。キリュウさんいけ。キリュウさん飛ばせてよ。いいスタートじゃない。おいい、いいスタート、いいんじゃない。キリュウさんいいスタートし、完璧。テクニックあるからスタートです。間違いない、大丈夫。あ、1段来た。おお、1段来た。1段来た。1段来た。2よ。いい、ブロー、うまい。3、1、5。よっしゃよっしゃ、ナイス、すごい、はい、ゴー頑張れ、ゴー頑張れ、完璧完璧、3、1、5。狙い通り。2番くんな、2番くんな、2番くんな。でももう3、1来たから俺は勝ちです。ヒカルさん勝ちだ。僕5がこうなったらやばいっす。5頼む。5大丈夫やな、大丈夫やな。返事してくれ、ゴー。負け。いけ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 俺より稼いでるけど、頑張れ。やばい、ちょ、これ来たら激アツっすよ。いや、これやばいぞ。おい、頼むぞ、砂長。いや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 、あ、焦るな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 、砂長。おい、捕まってる。ええ、砂長。え、砂長。おい、おい、これやばいぞ。うわ、やばい、これ。砂長、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 え、え、え、負け。いけるいける。うわ、おお、やばい、砂長。おお、マジっすか、砂長。おいおい、本当かよ。終わってください。うわー、いや、3位マジか。砂長、砂長、砂長。マジっすか。俺勝ったけどさ、俺4番かけとうから。でも1、3じゃないから、言っても多分2倍とかじゃないかな。3倍ぐらいじゃん。3倍ぐらいだったら12倍。2連で何倍、4倍だから16番、まあ、6番勝ち、6番勝ち、まあ6番勝ち。まあただ丸込めのこと負けてるんで。いや、すいません、どうも負け。でもまあ、一応勝ちました。うわぁ、そうでしょ、今の絶対。まあ、2連単の先ほどありやな。絶対飯食ってないから食えば、なんか。どうして、まあ、今もう、いい通らんす。ちょっとそれどころじゃない、それどころじゃないっす。これマジやばいぞ。2連単だったら気持ちいいな、なんかちょっとクロートみたいな書き方してもたやん。クロートすぎたな、俺。選手一生懸命走ってるのは分かるんすけど、今のは、ちょっとこれっす。いけ、いけとったんだもん。でも砂田が最初ライブ時をかけて負けてるよ。あー、そうだったっすね。今日調子悪いもんね。勝っとったもん絶対。確かに完全にもう3着だったんすよ。で、あれ勝ったのどうやったの。15倍だったっす。で、2万かけてたんで30万。うわ、でっかっ。うわ、マルコメ飛べんの。あれ外したな。そう、最後切られた。そう、演修正してあと4レース頑張ります。うわ、惜しかったな。でもそのもうね、一番人気が 5.0 倍。圧倒的なやつが1個あるんですよ。1、2、5。お、確かに引く。1点掛け10万。ええー、いやいきます。10万、信頼度が高いんで、もうここで勝ちます。はい、ただ怖いのは2、1、5、1、2、3。あの辺りは正直買いたかった。ほんまは分散しようかと迷った。はい、ただもうどこなら一度はやっぱ1点掛けロマン。いやー、1点掛け10万はちょっとボートレースやってたからあれなんですけど、そんな信用してもらうとクソ。そうなんですよ。そんなに信用してもらってもってなってるんですよ。ああ、もうどしゃあないね。ここはもう、まあ、丸込めにちょっとね、広く言ってもらおうかなっていう。はい、広くって言ったら、まあ、丸込めも言って広くはない、ね、僕も5択です。行くか。勝ちます。これもう迷う前に買っときたい、早く。そうですね。そう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 。1、2、5。これ1枚に押します。もうこれは当たり返せないほどしてもだ。これだ、俺はこれに全てをかける。行く。僕はまあ5択です。あれ1、2が入っとんやん。1、2が入ってる。3枚もんな。行こう、勝ちましょう。4.6 だって。そうですね。1、2、5、信頼高すぎるやろ。強いとこだよな。相当これ決めたらもう無事にいけるぞ。さて、
第9レースもうすぐスタートです。やばい、ここ僕1点突破したんで、はい、1、2、5じゃなくてもうダメなんですよね。確率で言ったらかなり低いんですけど、まあ、もう信じるしかないですね。多分でも今日あんま荒れてないから、なんか安定した、そうそう、硬いやんか、そうですね、そういう流れやと思うな。5も3着来いよ。そうなんですよ、そこがそこなんやって結局1、2、2、あ、ありそうなんですよね、ありそう、3着の5が、あ、来るぞ、頼む、お願いします、本当にお願いします。砂長の師匠有賀さんっす、5っす、砂長の師匠、師匠、はい、肩譲りしてくれ。あ、スタートなんだ、5位んじゃない、5位、5位よ、5位よ、5位よ、1、2、硬いな、うん、勝てない、いいよ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 、全然いい、スタートだ、全然いい、4、え、4、 4が来てる、え、4来るなよ、4来てるやん、やばい、でも1、あ、1、2、5、1、2、5、お、1、2、5、1、2、5、1、2、5、1、2、5、お、来た、やばい、これやばすぎる、え、いいよ、マジで、これ来たんじゃない、これマジで来てる、これマジで、やばすぎる、マジで来てる、いかるさ、マジで来てるぞ、え、え、いける、2、うわ、よし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 、これは来てる、ヒカルさん、天才、ありがとう、7、2、5、これマジで、ちょっと、ほんまに油断すんな、天才すぎる、いい、いい、マジで、いい、いい、おー、やって、やって、やって、勝った、いやー、確定、確定してきてるんじゃないか、これ確定してきてる、見ろ、見ろ、このレース、マジさん、見て、ほら、お前、うわー、これ、この流れで負けることあったか、これないよ、に一度もありません、今、ジェイ、うわぁ、2番勝ち、あー、よかった、とりあえず勝ちは良かったっす、こちら、44万円になりました、うわぁ、すげぇ、ヒカルさん、すげぇ、34万勝ちです、よっしゃー、勝ちは勝ちました、勝った、来た、完全に読み切った、完全に読み切った、ほんまに細い細い針の穴に通しました、うわ、やば、すごい、完全に的中、これはすごい、これ以上ない、ゲット、勝つって分かってても10万はかけれないですからね、普通に、まあでもこれやっぱこの勝ってきとった流れがあって、あ、はい、余裕があって、余裕があってこれやから勝ち癖つけるって大事やろ、だって見てよ俺の勝利数これいや、やばくないこれだって、ほら3連勝連動してきてるすごっ、やばくない3連勝、そう3連勝してるんですよ、でもパルコヤも一応勝ってるんで、一応勝ちました、はい、3万かけてるんで、言ってでかいやん、でかいね3万、そうでもやっぱ10万でかいやん、10万って、はい、来ました、一番人気、いやー、マルコメが俺の力引き出してくれた、完全に、本当っすか、はい、残り3レースあるんですけど、さすがにこの展開超えれないだろうということで、はい、ここでやめにします、もう最後に9レースでお互い勝ったんで、さすがにこっから先突っ込んだところでちょっと負ける未来しか見えないなっていう、まあ、怖いもんよ、やっぱあの展開なかなか超えんと思うよ、1点がこう10万とっていって、はい、それを超えれないと思ったんで、ここで一旦引こうかなと思います、合計で180万、はい、90万、90万使ってると、で実際これどうなったのかちょっと今から見に行きます、楽しみ、はい、じゃあいきます、おー、やば、おー、すげえな、44万、さらに32万、これでさらにもう一回いいよ、いいよ、えー、めっちゃ勝ってるじゃん、あれか、10万のやつ最後のラスト10万、え、なんぼだこれ全部、結構あれだ、100万超えたんじゃない、超えてますね、余裕で100万超えてます、うわすげえ、すごっえぐい、えぐい、ガチ勝った、すごっ、39万、結構でかいけどね、40万勝ってった、いや、100万いったかった、いい勝負しとんじゃん、ほんまにこれ、え、最後どれぐらいくらいの、16万、16、ああ、13万、30、うわ、100万いかない、ちょっと最後じゃあ集計しますか、じゃあ戻ります、じゃあちょっとお金数えます、これで50、結構あるぞ、これで90100万、これでもなんか軍資金の90をもう上回ってるんで、すごい、1、そっからの2、3、え、結構あるぞ、10110、結構マジっすか、1、2、9、10、120、120万3000で68万っす、68万、9000円っす、9000円、まあ、これ1万で足して70万、そうっす、70万、70万っす、でこっちが120万です、120万、トータルで190万2000円、ってことでなんと10万勝ちです、そうっす、まさかの
ガチですか、すごいな。ここで終わってよかったと思う、これ。確かに。そうっすね。すごっ。買った180万投資で10万勝ち。10万勝ちっす。もう辛い勝ち方ではあるけど、正直これだいぶ健闘したと思う、俺ら。いや、すごいよ。いや、すごいよな。あ、でも僕ちょっと力不足だったっす。いやいや、でもこれはもう丸米のおかげで俺も書き方を見つけて、はい、惜しかったとこめっちゃあったから。いや、そうなんですよ。あと1個ちょっと違ってればっていうので、はい、多分だいぶいかれとるもんな。うん、勝ったな。まさか勝つと思わなかった、こんな感じで積み上がって。いや、僕が来た回でちょっと勝ったのは嬉しいですけど、でも丸米もそんな負けてないもんな。負けてない。で70ぐらいだから、だから20しか負けてないもん。いいです。そう考えたらめっちゃいい掛け合ったんじゃない？いや、俺が30万勝ちなんで。はい、すごいな。いや、ありがたいっす。投資90で30万勝ったら十分やもんね。すごいよ。すごいな、これ。いや、すごい、マジで。というわけで今回はボートレーサーの言う通りにかけ続けたら一体どうなるのか。勝ちました。10万勝ちです。すごい、勝ちました。いや、これね、過去にボートレースやってきたんですけど、ここまで当たりが出たことってまずなくて、あと12レースやっても似たような結果出るんじゃないかってぐらい固くかけれてたのかなと思うんで、一番こううまくかけた回になったのかなと思います。嬉しい。いや、よかったな、これマジで。かけ方は学んだ。このボックス買いっていうのをやめたことによってめっちゃ広がった。これはかなりね、良かったかなと思います。そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。ノンタイトル見てください。これ言っていいですか、ごめん。いや、もちろんね。いいですか。概要欄の方にノンタイトルという番組貼ってます。はい、僕とみきるくんがスタートした番組で、若者6人が一つの場所に集まって起業を目指すという物語です。現在第3話ぐらいまで放送されてると思うので、テレビのクオリティでね、お送りしてるので、ぜひ興味ある方は見てください。ぜひお願いします。出てます。奮闘してます。ボートレースをやめて起業を目指して出てるんで、ぜひね、注目してほしいなと思います。よろしくお願いします。いやー、すごい。え、また呼んでもらえるんすか、ボートレース企画。まあ、この動画次第。あ、次第ですね。この動画が跳ねれば、はい、それはもうやっぱこう、丸熊の力だったと。はい。すごいな、これでも。ほぼ帰ってきたって。やべえっすね。やばな、帰ってきたって。すごい、ほんまに。そんなことなかったもんな、これまで。いや、めっちゃ嬉しいな、これ。もう一回これやれるもんね、同じこと。リベンジマッチしたいけどな、これでもう一回。転がしていきたいけどな、このお金。このお金保存しといて、最初俺180万からスタートして、はい、今190万までいったわけやん。うん、これを次もう一回使って、これが軍資金次。で、どん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 掛け金が増えていったり減っていったりするっていう。それめっちゃおもろくない？それやれたらいいですけどね。ストーリー性やっていい。そう。そうですね。10万増えたんで、軍資金が。おぉ。来たな。ありがとう。ありがとうございます。こちらこそ。めっちゃ楽しかったっす。まあでも頑張ってくれよ、企業は。はい。これとはまた全く関係ない話やから。そうですね。うん、期待しとくわ。よろしくお願いします。じゃあ、192万。12万勝ちだったんですけど、まあ2万ちょっとね、端数みたいなもんなんで、これで今から、飯食い行くか。え？マジっすか？行こう、飯。これで、サブチャンネルで飯食ってる様子、縮小会ですね。流すので、ガイラン貼ってるんで、ぜひ、マジっすか？行くぞ。ガチっすか？行きたいっす。あいつ、ガイラン大好き。マジ？